皆さんこんにちは、ロッチ舞洲の井上です。またもやアガベが成長し始めましたのでご報告の動画です。今ちょっともう映ってるんですが、これですね。ちょっと見てみましょう。こちらです。アガベ、リュウゼツランという植物なんですが、もともとですね、このお庭にこの巨大なアガベが実は2つありまして、でもう全然人よりも全然大きいんですけれども、このね、上ここにね、今ピヨーって伸びてるこれなんですけどね、これが成長し始めました。これはかなり大きくなりそうですよ。ちょっと分かりづらいかな。これですね、これです、これです。3メートルぐらい行きそうですね。全然余裕で3メートル行きそうな感じです。もともとね、このお庭には他にも2つ咲いたアガベがありまして、去年ですね、こちらこの辺りに1つと、すぐこの横のここにも1つ。アガベってね、もともと100年に1回しか咲かないっていうので有名ならしいんですけども、このお庭は実は3年前から連続で咲いております。違う個体ですけどね。アガベは1回咲くともうその後咲かないというお花なので、で全く咲かないこともあるそうなんですよ。なんでかなりこの場所何かいいんでしょうか、条件が。ちょっと不思議です。100年に1回しか咲かないアガベが別個体ですけど3年連続で咲いております。不思議。これ、また成長を追っていきますので、ぜひ皆様ご覧ください。すごく成長しそうです。これ楽しみです。